はい、皆さんこんにちは、こんばんは、きーちゃんでございます。今日はですね、まあ、これも2ヶ月ぶりと言ってごく最近な気がするし、2ヶ月ぶりなんだなって気はするんですけど、久しぶりにこちらアイハーブ頼んでみました。と言ってもですね、あのアイハーブで何を買おうと思った時に、まあいろいろ見るんですけども、やっぱ食品の方に偏るよね、うん、今回セールとかもまあいつもあると思うんですけど、まあそれを見たりして、今回はねまだ届いたばっかりで中身ちょっとチェックしてなくて今開けたんですけど、品数はそんな多い方ではないかな、うん、ただすごい重いのね。なぜ重いかはこれからね紹介していくんですけども、はい、箱がね、ちいちゃめのやつで届いたから、あ、こんなもんなんだって感じはあると思うんですけど、そんなに長い動画にはならないと思いますし、まあ見たことあるようなものばっかりだと思うんですけども、はい、アイハーブ購入したので、はい、紹介していきたいと思います。はい、そういったわけで私の中で新しく買うものがほとんどです。これね見てて、あ、これいいなってものを買ってみたんですけども、こちら、はい、これバスソルトですね。こんなにいっぱい入ってるの、 906g で、これ 100% ナチュラルでできていて、これに使って汗をかいたりとか、まあ疲労回復だったりとか、そういうのができるそうで、結構有名なバスソルトです。匂いはねないものが多かったりするんだけど、まあこれはどうだろう、これは塩の匂いなのかな、まあ匂いとかあったら表記しておくんですが、もうこれを入れて半身浴してる方とか、あとね夏だからといってねお風呂に浸からずっていうのはねあまりしたくないから、といってもシャワーの方が多くなることは間違いないんだけど、入る時はこれを入れて入ろうかなと思って、ぬるめのね38度ぐらいのお湯に浸かってこれでね汗をかこうかなと思って買いました。はい、こちらのバスソルトです。はい、そしてねこれも私すごいびっくりしたんだけど、ズンクリアンって読むのかな、ラベンダーの、これはあの洗濯洗剤、ラベンダーの香りをがするそうです。あんまよくわかんなかったんだけど、こう洗濯洗剤を探してて、これがすごい口コミが結構良かったから買ってみました。これはどんな感じ、落ちとかどうなのかな、香りはどんくらいするんだろうなとか全然未知なんで、今ちょっと開けてみます。これも結構使ってる人いんのかな、わかんないけど、はい、今開けてみますね。結構なんかアロマ的な香りがしますね。だからアロマとか好きな方は好きな香りのラベンダーの香りだと思います。で、洗ってどれくらい匂いがね残るかとか、そういうのも全然今わからないんですが、香りがね残るやつが私は好きなので、もしかしたら物足りないかもとか、だけどこう安心安全というか無添加というか、そういう感じっぽいので、ちょっと買ってみたんですけど、使うのが楽しみです。老蜂蜜っていうものです。これは生蜂蜜なんですよ。で、これ結構、これもアイハーブですごい人気があるものだと思うんですけど、私あのヨーグルトとかに蜂蜜入れたりとかするけど、あのさ、こういうものって生の蜂蜜ってこうやって最初からさ、こう固まってるというか、感じだから、すくって入れるタイプだからまだいいんだけど、普通のさ、水っぽいやつ、冬場はすごい固まっちゃうじゃないですか。で、使えなくなっちゃって、で、蜂蜜買おうと思って、ちょっとこれに目がいって買いました。そう、なんか蜂蜜さ、あの、アイハーブって結構出てるんだけど、ほとんどなんか売り切れちゃってるのが多くて、たまたまこれが出た。からっていうのもあるんだけど、まあ人気もねあると思うから、ちょっと開かないんですけどね、これでさ味が良かったらすごくいいんだけどね、ちょっと楽しみ、やっと開いたわ。はい、開けるとねこんな感じで固まってるんですよ。香りがよくわからないとね、今スプーンを持ってきました。ちょっと食べてみたいと思います。こんな感じ見えるかな、刺した感じが跡がつく。この中だとトロットロした感じ。
甘っなんか不思議、こういうのが生蜂蜜というんですね。で、中こうやってね見るとすっごいとろっとしてる感じ見えるんですけど、表面はね全然わかんないよね。はい、これはこういう感じでスプーンでねすくって食べるタイプなんで、まあ冬にも固まんないでしょうって感じで、まあこれから季節はね夏になってくるので、これから全然いいと思うんですけど、これが美味しかったらまたリピートしたいなと思って、ちょっと期待を込めて買いました。これで、まあ、例えばパンケーキ焼いた上からとか、バターと一緒にとかさ、やる人はやると思うんですけど、このままね今みたいに食べてもなんかすごい癒されますね。あとはやっぱヨーグルトですね。これもね初めて買いました。これ知ってますか？これも大人気ですよね。これ牛乳をこの加えるとマッシュポテトになるってやつですけど、まあこの通り3つぐらいなんかシリーズがあるっぽいんですけども、私はこの赤のやつを買ってみました。これは石井亜美さんの動画を見て買いました。これねすごい簡単なんだよね。好きな量だけこう出してマッシュポテトにできるっていう手軽さがいいなと思って、ちょっとハンバーグの付け合わせにしたいとか、まあこれとなんか何でもいいんですけど、野菜焼いてとかさ、まあいろんな使い道があると思うんですけど、とにかく食べてみたかった。そう、これとまあオリーブオイルとかも加えて作るらしいんですけど、美味しそうじゃないですか。だからちょっと惹かれました。いろんな YouTuber さん買って食べてますよね。これ私もちょっと買ってみようと思って買いました。はい、リピートになるでしょうか。このチョコレートでございます。これは2回目なんです。実は結構前の動画に出てると思うんですけど、これはシーソルトのね、チョコレートなんですけど、普段はね私すごいカカオが80以上じゃないと食べないんですけど、たまにはちょっと違うのってことで、あ、これ買ったことあんなっていうのを思い出して、まあカカオは55しか入ってないんですけど、まあたまにはいいかなと思って、ちょっと夏にもなるしね、ちょっと塩分も必要かなと思って、全部食べきっちゃうわけじゃないんで一回にね。なので少しずつ食べようかなと思って買いました。これは甘じょっぱい系っていうのかな。うん、感じだったと思います。そう、アーモンドの味とかもするし、アイハーブってもうちょっと夏になるとチョコレートとか確か販売がね中止になる時もあるんですよ。そう、物によってさあるんですよね。アイハーブって確かチョコレートもまあ溶けちゃうとかの問題で、夏になるとこういうのは日本には送られてこなくなると思うので、まあ今のうちと思って買ってみました。で、最後になるんですけど、こちら、これはね、これのね、緑だったかな、パッケージで何回か食べたこと、買ったことがあるんですけど、これはなんか、また違ったやつですね。はい、こういうのが売ってて、このシリーズもパッケージ違いが何個かあるんですけど、私は確かその緑だけをリピートしてたはずなんですが、まあ、また違う感じのを買ってみようかなと思って、今回これにしました。なんかナッツのちょっと砂糖がねついてる感じなんだけど、でもオーガニックなんだよね。確かアメリカのこういうものってオーガニックが多いので、だからお菓子とかそういうのいうのもまあハーブで買ったりするんですけど、はい、これもねどんなものが入ってるかちょっと開けてみます。一応ジッパー式にはなっていて見えるかな、こんな感じで細かく入ってます。ちょっと取れたものを食べますね。こんなちっちゃいのが分かりますか。あ、アップルかなこれ。うん、アップルっぽい。で、これ次、これはシナモン、シナモンって書かれてる。すごい甘いかなと思ったけど、そんなに甘くなくて美味しい。うん、はい、そんな感じでね、今みたいに細かいものがたくさん入っているものです。それをちょっとね、一日さ一握りナッツを取るといいっていうじゃないですか。そんな感覚でね、ちょっとずつ食べるのがいいのかなと思って、はい、そんな感じで今回はこれを買ってみました。はい、そういったわけで今回アイハーブで6点だけなんですけども、まあこんな感じでねちょっといろいろ買ってみたんですが、まあやっぱりそうね、アイハーブは
食品がオーガニックとか、てか全体的にオーガニック、安心安全っていうイメージのものが多いので、どうしてもアイハーブで買うときはそうお菓子とか、そんなに気にしてないと言いつつ、やっぱ体にいいものを食べたいっていうのがあって、久々にアイハーブでお買い物をしてみました。個人的に、マッシュポテトもすごい楽しみなんだけど、これがね、洗濯した後、乾いた後、どんな香りが残るか、香りが強く残るのかとか、そういうのがちょっと楽しみですね。あと、ロウハチミツ。これはね、今味見した感じ美味しかったので、これをヨーグルトに入れて食べるのが楽しみですね。はい、そんな感じで、アイハーブの購入品紹介でございました。いつも通り私のクーポンコードは下に貼っております。あと、いつもお知らせする、私がやっているサイトのやつにもアイハーブが載っけてありますので、そっから私のクーポンコードを使って、ちょっとね、私にもお得にはなっちゃうんですけど、割引が効きますので、はい、ぜひ私のクーポンコードを私も得になってもいいって方はね、使ってお買い物してほしいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。こちらのチャンネルでは美容を中心としたチャンネルになっております。まあ、たまにね、案件というかそういうものとか、こういうアイハーブも入ったりするんですけども、基本的には美容チャンネルとなっておりますので、美容が好きな方はこちらのチャンネルも登録の方よろしくお願いします。それと同時に、美容以外のチャンネルもやっております。キーちゃんライフスタイルの方もチャンネル登録よろしくお願いします。先ほども言ったんですけど、その下の概要欄に私のやっているすべての SNS とか、あとこちらの YouTube もまとめてね、一つのリンクが貼ってあるサイトが一つ貼り付けてありますので、そっからね、入って、各 SNS 等を登録の方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。今回はアイハーブの購入品です。いつもより少ない気はしますが、使ったことないものが多かったので、誰かの参考になればと思って動画にしましたので、見てくださった方ありがとうございます。それではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。